パイプスターさんで、サーバーサイドエンジニアのための iOS アプリ開発入門。それではよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。タイプスターと言います。まあ、去年の YAPC ではキーノートやらせてもらったんですが、基本的にこう毎年 YAPC はなんていうかマニアックな一番小さい会場で聞きたい人があまりいないトークをするっていう役をずっとやってましたんで、まあ、そういう感じ のトークです。で、まあ、この iOS アプリ開発入門っていう話題を今までやらなかったんですが、今年、まあ、なんでやろうかなと思ったのは、まあ、大きく今年の、まあ、まだちょっとベータなんですが、今ベータで出ている X コード7っていうのでですね、まあ、今までアップルにこう 毎年デベロッパープログラムに入って入らないと実機で自分のプログラムを動かすことはできなかったんですが、今出ているベータ版はアップル ID さえ持っていれば誰でも実機で動かせると。なので今から始めるといきなり何もしないで実機で自分のプログラムが動かせるというのと、それと同じこっちもまだリリースされてないんですが Swift 2.0 で、まあ、これは去年一昨年かな一昨年ぐらいから去年に1が出て、で、まあ、僕は結構出てすぐ使ってるんでもう1年以上使ってるんですが、本来はこのトークは Objective-C のトークだったんですが、僕がもうこれは今後一切 Objective-C は書かないだろうなっていう、感じなので、Objective-C はなかったことにします。で、まあ、基本的にその流れ iOS アプリ開発だけじゃなくて Mac のアプリもそうですし、Apple の開発環境は全体的にもう Swift にスイッチするっていう流れなので、まあ、オブジェクティブ C はもう忘れていいかなと思います。で、まあ、ちょうどこの 2.0 が出るとこから始めると結構そういう人の仕様も固まってきていて、まあ、いい感じに書けるようになってきているので、ちょうど始めるにはいい時期だったなと思ってます。はい。で、一応パールエンジニアのためのなのでパールとの比較という形でちょっと本当に軽く説明します。で、ちょっと申し訳ないんですけどムースで説明させてください。あんまりムース使わなくても変わんないんで分かると思うんですけど、まあ、クラスがあったら、まあ、Swift だとこうなります。で、まあ、継承はムースだといっぱい継承できるけど Swift だと1個しかできません。で、インスタンスエンスはこういう感じでネームっていうのをハズ書くと、まあ、アクセサーとか勝手にできて、Swiftの場合はバーで、まあ、ちょっとここいろいろあるんですけど細かいことは説明しません。で、まあ、ムースで便利なのがレイジー、まあ、必要になった時に変数を作ってくれる、まあ、この場合だとジョンって返すだけなんでレイジーにする意味あんまないんですけど、なんかここにコストがかかるようなものは呼んだ時、まあ、その呼んだり呼ばなかったりすることがあるんで、そういう場合はレイジーにしとくと必要な時だけロードが走るみたいなのを、これ結構ムースは便利だったんですが、まあ、そういうのもレイジーアットマークレイジーってつけると同じようにできます。で、まあ、イニシャライザーなんですが、そこら辺はちょっと1対1という感じはないので、まあ、こういう感じですよっていうイメージだけです。で、まあ、関数は、このネームっていうのをプリントする関数がパールの場合はあったとすると、
まあ、入してそれに対して呼ぶみたいな感じ。 Swift の場合も同じで、まあ、ファンクション定義して、あの変数 の、 あの文字列展開をあのなんかバックスラッシュカッコでできるのは Swift の特徴ですね。で呼ぶときは、まあ、このクラスでカッコってするとイニシャライザーが呼ばれて、あの、まあ、普通にドットで呼べる。でメソッドもあの変数も全部ドットでアクセスできます。まあ、といってもその Swift Objective-C と違ってあのすごい機能豊富なので、全然こんなパールで1対1であの紐付けるだって無理なので、あのこれは全部省略します。で、あのまあ、これは Objective-C でもなあの同じなんですけど、パールとあの Swift Objective-C が共通点のある最大のポイントっていうのは、まあ、メモリの管理方式が一緒だということですね。でこれで結構あの、まあ、パール意識しないとハマることが、まあ、パールでも多いと思うんですが、まあ、Swift でも同じことが、まあ、同じ理由でハマる、まあ、同じテクニックが使える。まあ、またちょっとAnyイベント出てきて申し訳ないんですけど、あのパールでよくこういうコードを書くとします。でこれAnyイベントのタイマーで10秒後に Do something っていう関数を呼ぶっていうものなんですけど、まあ、これあのコールバックの中で self っていうのを入れちゃってるんですよ。そうするとあのこのコールバックのサーブ、あのコールバックのリファレンスの中にセルフのリファレンスが入っちゃうんで、あのこのコールバック自体が解放されるまでセルフがのリファレンスカウントがプラス1されたままになってしまう。なので、まあ、タイマーオブジェクトを消さない限りセルフがずっと残り、まあ、セルフ消えてるはずの時にも残り続けてしまう。まあ、それがまあリファレンスカウントのあの良くないとこというかなんですが、あのそれをウィークンっていうのをやって、あのプラス1されないようにしてあの使うっていうのが一応パールのルール。まあ、同じように、まあ、これあのタイマーっていうのは僕が勝手に作ったやつなんですが、10秒後にそのコールバックを実行する。でその中で Do something が起こるみたいなのがあった時に、まあ、この状態だと同じようにセルフが入っちゃってるんで、あの、まあ、同じようにセルフが残っちゃいますと。そういう人の場合はここに Weak self ってつけると、あの中のもの、中のセルフが Weak 参照だよっていうことを表せます。こっちの方がすごい分かりやすい。でさらにパールと違うのはゼロイングウィークっていう仕組みになってまして、これは何かっていうと、あのパールのさっきのウィークンっていうのはリファレンスカウントがあの上がらないだけなので、そのポインターというかアドレスは変数の中に残っちゃうわけです。なのでセルフが解放された後にセルフをあの使おうとすると死ぬっていう問題があるんですけど、まあ、Swift とか Objective-C の場合は、あこれ Objective-C にはあるんですけど、あのウィーク参照の場合はそのオブジェクトが消えた時には、まあ、0というかニルになってくれることが保証されています。なのであの、まあ、ウィークにしてあるものを後から参照して落ちるってことがない。まあ、ちょっとこれ後でまた説明しますけど、であと他にパールいないけど Swift で重要な人たちはオプショナルっていうのとプロトコルっていうので、オプショナルっていう概念なんですけど、 Swift でまあ f っていう文字列変数を定義したときに、あのこのままだとここの変数にはストリングしか入れられないんです。で nil とかも入れられないんで、あの、まあ、そういうのは困るっていう場合に、
まあ、ハテナをつけてあげると、これがオプショナル定義ということになって、ニルなのかもしくはストリングが代入可能で、これそのままだとオプショナル型っていうので、なんていうかラップされてる感じで保存されるので、そのままアクセスができません。でアクセスするときはびっくりマークをつけると、まあ、強制的にオプショナルから、まあ、ストリングのオプショナルだったらストリングを取り出すっていう形になります。これがでもストリング入ってないとここで死ぬ感じになります。で逆に if の中でレッドに代入して、レッドの変数に代入してあげると、nilの場合はこの if が通らなくてそのまま抜けます。でストリングが入ってた時はそのオプショナルが解除されたものが foo に入ってアクセスできます。でこれのいいところなんですけど、そのオプショナルのオブジェクトがこうやって foo バーバーズみたいな感じでつながっちゃった時も、まあ、一発でこういうふうにまあ、foo が nil でもバーが nil でもバズが nil でもここの if は通らないで、全部何か入ってた時だけバズに入ってくる。でこのオプショナルっていうのはこういうふうにまあ if と組み合わせて使うのがまあいいかなと思います。で、まあ、メソッドアクセスとかにも使えて、セルフ foo の do something で、まあ、do something を持っているオブジェクトが入るオプショナルなんですけど、まあ、foo が nil の時は何も起きないっていう風になります。で、まあ、これはもともと Objective-C の世界でも同じ仕様があって、 nil に対するメソッド呼び出しは何もしないっていうのがあるんで、まあ、そのもともと iPhone やってる人だと結構これは普通でですね、まあ、さっき出てきたここなんですけど、ちょっとこっち実は間違ってて、ウィークにするとセルフがオプショナルになるんですね。なので今セルフハテナ do something にしてるんですけど、こっち間違っててセルフはオプショナル、この場合だとオプショナルにならないんで、セルフハテナにすると多分コンパイルエラーになります。で、まあ、これはセルフが解放されたらセルフは nil になってるよっていうことですね。でプロトコルなんですけど、これは説明しだすとすごい長くなっちゃうんで、ちょっと簡単に説明させてもらいますけど、Go をやってる人は、まあ、Go のインターフェースだと思えばほぼ間違ってないです。で、Swift 2.0 のプロトコルで、インターフェース定義とそのデフォルトの挙動を一緒に定義できるようになったので、ちょっと変わっちゃいましたけど、基本的には Go のインターフェースと同じと思っていいかなと思います。なのでまあクラスでやらずに Swift のストラクト、まあ、構造体に対してプロトコルをセットしてやると、まあほとんど Go みたいな感じで書けます。 Go から来た人結構こういうふうに書く人が多いですね。そのプロトコル名をメソッドの引数とかにできたりするんで、本当に Go と同じ感じです。僕も結構これが好きで書いてますけど、ただ iPhone の UI キットとかだとそういうふうにはな、まあ、なその Go みたいにプロトコルしてないんで、ちょっと UI で使うのはあれかなと、モデルの方で使うみたいな感じですね。で、まあ、パールでおなじみ CPAN とかカートンっていうやつはまあいろいろあるんですけど、一応一番同じ感じで使えるのがココアポッツというやつで、CPAN ファイルみたいなのでポッドファイル
でカートンインストール風でコマンドポットインストール風みたいな、まあ同じ、本当同じような感じで使います。でまあこれ iPhone アプリなんですけど、まあ、なんていうかもう口で説明するよりこういう風な感じで作ってますっていうのを見せた方が多分伝わるので、何かやります。で、X コードなんですけど、今出てる X コードじゃなくて、ベータを落としてこないと実機にその入れられないので、そこだけ気をつけてください。ではなんかニュープロジェクトで、まあここいろいろあるんですけど、シングルページアプリケーションってやつが一番その何もコードがないやつですので、まあ今回それにします。YAPC でランゲージ一応まだオブジェクティブ C も選べますけど、 SWIFT でユニバーサルっていうのは、iPhone でも iPad でも両方でも動きますよっていうことです。でまあ見慣れない人もいると思うんで説明すると、左側にファイルツリーがあって、真ん中がファイルを、ファイル自体をいじるとこで、右側がなんかメタ情報をいじるところです。で今、こんだけファイルがあるんですが、上から見ていくとこれは見えませんよね。これ文字サイズ上げる方法をご存知の方これかな、あ、ここ、ありがとうございます。はい、で、このアップデレゲートスイフトっていうのが、起動アプリが起動したときに呼ばれるやつですね。で、なんかいろいろこうあって、一応なんかどういうものかっていうのをひな形のコメントにこう書いてあります。で、まあ今ここだけしか覚えなくていいんですが、アプリケーションディドフィニッシュランチングウィズオプションズっていうところが、まあ、一番最初に呼ばれます。で、なんかオプションが渡ってきたときは、ここのラウンチオプションズっていうのに入ります。で、なんか初期化処理やりたいときとかはここに書く感じです。で、次ビューコントローラーっていうのは、このシングルページアプリケーションなんで1個画面があるだけなんですけど、その画面のコントローラーです。で、これもまあ、その画面で何かやるときはここに書いていく感じで、その次メインストーリーボード、これは画面のリソースですね。今1画面しかなくて、で、この、まあ、ここの中にもこう2つあって、画面とそれのクラスで、今ここのビューコントローラーっていうののクラスを見てもらうと、ここにビューコントローラーって入ると思うんですけど、これがさっきのこれを表ここを指してます。なので、まあ、ここの画面が開いた時にはここでこのクラスを紐付けてて、まあ、こっちが最初に呼ばれて、その後ここでこれが指定されているんで、こっちの SWIFT が呼ばれるっていう感じになります。で、メインストーリーボードっていうのはそもそもどこで呼ばれてるんだっていう話になるんですけど、これはインフォピーリスト、まあ、これが起動時のいろいろ書いてあるんですけど、ここのこれちょっと見えないと思うんですけど、拡大ができない、まあここで一応メインっていうのを指定していて、
これがそのさっきのメインストーリーボードを表してます。なのでインフォピリストを見て、まあ、iOS がインフォピリストを見て、あ、メインが最初に呼ぶやつなんだなっていうので、まあ、メインストーリーボードを呼び出してくれて、でこういうこの中にビューコントローラーがあるんでビューコントローラーを見てくれるみたいな感じです。でその下のアセットなんたらっていうのはここに画像とかを入れどん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 入れていくやつですね。で同じようにあれ開けてないラウンチスクリーンっていうのはなんていうんですかね、その起動画面あるじゃないですか、起動画面、一瞬出る起動画面も昔その画像だったんですけど、そのよく画像が起動前にパッて出ることあると思うんですけど、今iPhone アプリっていろんな画面サイズがあって、で昔ながらの方法でその画像で起動画面作ってると何種類作ってもまあ、端末が増えていることにその画像を用意していかないといけなくなるんで、まあ、今の、まあ、そういうことしないでいいように同じようにこういうストーリーボードっていうもので起動画面作ります。ただこれ起動時なんでさっきみたいにビューコントローラーと紐付けたりとかはしないもので、ここでなんか画像とか置いたり文字置いたりしたものがそのまま出ます。でそれもさっきのインフォピーリストにこっちですね、起動時はこっちだよっていうのが定義されてます。で、どういうアプリを作ろうかなと思ったんですが、まあ API を叩くサーバーサイドエンジニアなんで、なんか API 自分の API を叩いてやるといいと思うんですけど、ちょっとサーバーサイドのコードとか今見せるのもちょっとあれなんで、なんか今ありものの、まあ、探してたらフォースクエアが結構良さそうなんで、ヤップシエージアにチェックインするだけのアプリ、ちょっとだいぶ時間があれなんですけど、ちょっと待ってくださいね。いろいろあるんですけど、チェックインは、ここですね。チェックインっていうのをアットっていうのでやるんですけど、ここでちょっと試せるんで、あ、そっか。で、チェックインに必要なものなんですけど、まずリクワイアードなのがベニュー ID、まあ、これがこの会場の ID を何とかして探さないといけないですけど、それ以外はオプショナルなので、ここのあれ、この URL に対してポストでなんか OAuth のトークンつけて、で Venue ID をやっぱシエージアをつければいけるはずで、こっちの方はその Venue を検索する API です。検索サーチで、サーチ
サーチなんですけど、これもリクワイアドは2つのうちどれか1つ、なんかの名称の近くにあるのか、緯度経度、で、まあ、ここに何か入れればいいんですけど、さっきちょうど開いてたんで、この辺がこの辺が出てると思うんですけど、ここのこれをコピペします。これ緯度経度で、ここに入れて検索で、まあ、一番上に多分みんながチェックインしてるから一番上に出てきてて、でこのこれですね、これがその今のあのベニュー ID ってやつで、これを、まあ、ここに入れてあげればいいわけです。でせっかくなんでさっきの、あ、これもちっちゃいんだ、さっき作ったプロジェクトこんな感じになってて、で、あのココアポッツのひな型を作るためにポットユニットっていうのをやります。でそうするとポットファイルっていうのが増えてまして、まあ、こういう感じのがありまして、でここに何か書いてきます。で、API を叩くあのモジュールなんですけど、まあ何かおすすめはこのアラームファイヤーってやつで、あの Objective-C の時に結構メジャーな AF ネットワーキングっていうあのライブラリの同じ人がそれの Swift 版を書いてるものです。でちょっと前まで機能が足りなかったんですけど、あの今はもうほぼ揃っているので大丈夫かなと思います。この辺をちょっとコピペしてあげて、で、まあ、注意なんですけど、あの iOS8 からあのこんなんていうんですかね、フレームワークっていうのは iOS でも使えるようになって、まあ、大抵のこう Swift ライブラリっていうのはそれを前提に書かれているので、まあ、Swift で Pod ファイル使うときはこの2行はとりあえずおまじないで入れとくといいです。まあ、逆にその7とかサポートできなくなっちゃうんですけど、まあ、もう9も出ることですし、自分用だったらいいかなと。でこれをここに書いてあげる。でこれを書いた後で、これはこれ3分クッキングみたいに、もうこれやったやつ持ってきた方が良かったですね。じゃあこれ置いといて、これ後でやります。ちょっとねこの MacBook すごい非力なので、
で今この1画面しか出ないんですけど、さっきのフォースクエアの話は一旦あの置いといて、この画面を増やすときにはどうしていくのかっていうのを先にやりたいと思います。例えばボタンを押したらなんかあの画面が変わるっていうふうなのを作りたいとします。でこの右下のところにこういろいろコンポーネントがあるんですが、ここでボタンって検索してもらうと、まあ、ボタンの、まあ、コンポーネントが出てくるので、出てくるので、それをおもむろにこうビヨーって持ってきてあります。でまあまあなんか置いて、でですね、ここにこのなんかユニオン的なこのアイコンあるんですけど、これがアシスタントエディターっていうので、このファイルに関連するファイルを開いてくれるっていう機能です。でこれを押すと、さっきのここに関連しているビューコントローラーが開いてくれます。ちょっと画面が狭くて申し訳ないんですけど、でですね、ここのここに、ですね、右クリックしてあげて、このニューリファレンシングアウトレットっていうのをこう引っ張ってきます。そうするとまあ、何のこの、あのビューコントローラーの中でこのボタンを参照するための名前を聞かれるので、ボタン1とかしてコネクト、あれなんで UI ビューになってんだ、ちょっと今間違えました。あ、そういうことか。今ちょっと上のビュー、全体のビューをここに引っ張っちゃいました。ニューリファレンシングアウトレット、でこれで、まあ、さっき出てたウィークがここで使われてるんですが、これも、まあ、こういうなんかメモリがやばくなった時とかに、なんかあの UI、 こっちの UI で作ってるやつを勝手に開放してくれることがあります。なので、そういうのをアクセスしないようにウィークになってるのと、まあメモリがやばくなって復帰したときはもう一回ここのビューディードローが呼ばれるんですが、なんか初期化処理はここでやっとけばもう一回復帰したときもここで行われるんで大丈夫で、今これボタンにこう紐付けたんですけど、実はこれ今の場合いらなくてですね、ここになんかいろいろイベントがちっちゃくて申し訳ないんですけど、ここ何が書いてあるかというと、タッチダウンとかなんかそういうバリューチェンジとか、いろんなそのボタンに関するイベントがここにあります。で今はボタンを押したときに、まあ一般的な動作っていうのはタッチアップインサイドっていうので、まあそのボタンを押してそのまま離すた時のイベントです。でそれをまあ同じようにこう持ってきてあげます。でオンプッシュボタン1とかで、こうやって紐付けると、まあ、今試しにここになんかログみたいなの入れて、で実行この左上のを、あ、終わってました、こっちが終わったので、ちょっとこれ後回しにするんですけど、ポットインストールをするとですね、カーソルが今これ開いてるんですけど、それを内包したワークスペースっていうのをポットをココアポットが作ってくれて、そこにいろんな
このヤップシープロジェクト以外にもその依存するものをまとめてくれる機能があって、でポット、ここはポット使ってファイあのプロジェクトやるときにはこのプロジェクトダイレクトに開かずにワークスペースの方を開きます。なので一旦ちょっとこれ閉じて、でじゃあワークスペースの方をまあ、そうすると左がヤップシーっていうのと変わります。でまあ今多分ランできると思う。あ、そっか、これ Swift2.0 に対応してないので多分ねどっかにあると思うんですけど、あると思うんですけど、うん、こっちの方を使わないといけない。けどちょっと面倒いのでこれ外します。で、多分来月この X コード7が出るんじゃないかなと思ってるんですが、それまではこういう罠を多分踏みます。でどんどんやってっちゃいますね、さっきの画面のやつを。で画面増やしたいときにはもう一個こうビューコントローラーを置きます。あれボタンが消えてるぞ。あ、ラウンチスクリーンだ。でですね、さっき実はここで定義したのもいらなくてですね、まあ、なんかボタンを押した時にイベントやりたい時はこういうふうにさっきみたいに紐付けるんですけど、画面遷移はもっと簡単にできて、このボタンからここにアクションっていうのがあるんですけど、これをビューってここに持ってきます。でそうするとショーディテールとかあのモーダリーとかっていうのが出るんですが、これが遷移、ここで遷移をあの定義できて、まあ、ショーディテールっていうのだとあの普通にスッとこう右にあの遷移するものだったり、モーダリーはあのモーダル、まあ、上にこの場合だと分かりづらいんですけど、下からこう出てきてあの元には戻れないみたいな感じのやつですね。あったかな、あった。ちょっともう一回開き直してあげて、どうや、通らねえぞ。あれなんで、
はやばいっすね。ちょっと雑に作り直してフォースケアはなかったことにして画面遷移だけやります。ラップ C2 で同じようにメインストーリーボードが出てきます。ボタンを置きます。でもう一個画面置きます。でこれにアクションでやります。でこれでランすると、結構ね、Swift はマシンパワーを要求するんで、MacBook Air とか、この新しい MacBook とかだと、かなり開発は厳しいので、プロを買うのがおすすめです。で、こういうふうに起動した。で、ここを押すと、全然わからないんですけど適当にラベルを置きます。でこれ中心にセットするときは、ホリゾンタリーインコンテナ、バーティカリーインコンテナってやつをゼロにして、よいしょ、おっまあちょっと見えればいいっすね。そう、実は僕このベータ版をね触ってないんです。で、行くと、まあ、出てくる。これちょっと上になっちゃってますけど。で、これは一般的になんか上にバーがあるじゃないですか。あれ、ナビゲーションコントローラーって言うんですけど、一旦これの、これを切ってあげて、で、ナビゲーションコントローラーを作るのはすごい簡単で、ここでナビゲーションって入れますと、ナビゲーションコントローラーが出てきます。それをピロッてやると、すごい、外部ディスプレイも本当にあった方がいいです。こう、すげえことになってるんですけど、こいつと、こいつがセットで今、いてですね、こいつがナビゲーションコントローラーで、それのルートの、コントローラーがセットで出てきます。で、こいつ今いらないんで消して、今のハローアップシーっていうのをこの同じようにプロパティでルートビューコントローラーっていうのがあるんで、ピヨーンって持ってってあげます。で、そうするとこのナビゲーションコントローラーはこいつをまあコンテンツとして持つナビゲーションコントローラーで、でさっきのイベントをこっちに持ってってやりますと、まあ押すと、まあ、出てきてハローが消えちゃってるんですけど。この中にあります。で、これはオートレイアウトっていうのの指定が間違ってるんですけど、
をこうすればいいじゃねえかなと思ってます。どうや、ほい来た。でまあこういうふうに繊維はどんどんここだけでかけます。でもうちょっと説明したいんですけど、で一応さっきの名残惜しいんで API を呼び出すところだけ説明してもいいですか。これだね。あのイメージなんですけど、まあ本当簡単でこういうこのリクエストというのでゲット URL でパラメータっていうのをやるとそのパラメータで呼ばれて、でコールバックがここで、まあ、こういう感じで、でこれは普通にあの生のデータで返ってくるんですけど、いろいろこう今レスポンスっていうのを使ってて、これは生のデータ返ってくるんですけど、まあ、レスポンスストリングだったら、まあ、データっていうのはあのバイナリーの型なんで、ストリングってやるとストリングの型で取れたり、まあ、JSON そのまま取れたりっていうのがあるんで、ここのレスポンスなんちゃらっていうのをあのこのフレームワークは自分で拡張できるようになってて、なんか他のオブジェクトにマッピングするやつとかを、まあ、いきなりレスポンスなんちゃらってやつを定義してあのいきなりオブジェクトで取れたりっていうことも対応してます。でまあ今からなんか HTTP 叩くだったら、まあ、これが一応全部揃ってていいのかなと思います。はい、そんな感じで大変申し訳ありません。でまあポイントなんですけど、これあのまあなんていうんですかね、自分のものを自分で何かあの今のアプリできなかったですけど、立ち上げると YAPC にチェックインするっていうだけのアプリ、まあそういうのでいいと思ってて、で。あのオースの認証とかもしっかり作ろうとすると死ぬんで、もうなんかサーバーサイドでゴニョッとやって自分のオーストークンを持ってきて、それをいきなりアプリに埋め込んじゃえば、まあ本当にあのアプリでやる API リクエスト1個だけとかで、まあそういうふうになんかあの画面とか特に作らなくても、実際はそういう、まあYAPC チェックインっていうアプリだったら、まあ、アプリ名がそれを機能指してるんで、画面なくチェックイン終わったらそのままアプリ終了しちゃってもいいわけ で、まあ、そういう感じで、まあ、ちょっとずつやっていくのが、なんていうか必要なとこだけ覚えていく、なんかいらないところをこう本とか読んで見てても使わなかったら忘れてっちゃうんで、自分がなんかこれ作るって言って、そこだけ覚えていくっていうのが僕のおすすめです。でまあ、僕らの本職サーバーサイドなんで、まあ、めっちゃめんどくさい API とかはいらないわけです。それサーバーから叩いてあげて、本当になんかちょろっとクライアントからはちょろっと呼ぶだけでもすごいいいアプリができると思うんで、そういうなんか、まあ、クライアントできるようになってったらどんどんそっちにシフトしていってもいいんですけど、とりあえず、まあ、サーバーの方でほぼほぼやっちゃって、なんか例えば位置情報とかまあ、いろいろアプリでしか使えないものを使ってやるっていうのがいいかなと思います。でですね、情報のポインターなんですけど、今はもうすごい情報があるんであんまり苦労しないと思うんですけど、Swift 版の公式のチュートリアルっていうのが、これ後でスライドこう URL になってるんで、スライド公開するんでそれ見てほしいんですけど、が一通り Swift を使ってアプリを作るっていうものになっていて、これまあ、Apple ID でログインしないとまだ見れないんですけど、Swift 2.0 でなんでおすすめで、一応その下の URL がいろいろ
アップルのドキュメント日本語化されてるんですけど、これちょっと古いんで、Swift とかはなくて、まあ、なんとかフレームワークとかでざっと見たいときは、まあ、こういうのもあるよ。で、あとはやりたいこととか、あと使っこれこのフレームワーク使ったらそれできるってことが分かってる場合は、それをピンポイントで検索すると、まあ、スタックオーバーフローとか聞いたとかでバーンって出てくるので、まあ、そういうので見て、最初はなんかコピペでやってもいいと思いますという感じです。質問あれば。ありがとうございました。それでは質問 Q&A の時間とさせていただきたいと思います。質問のある方は挙手でお願いいたします。トップの方ありがとうございます。SWIFT の、はい、クラスとストラクトプロトコルってあったと思うんですけど、はい、そのこの辺の使い分けっていうのはどういうふうに言ったらいいと思いますか？クラスとストラクトの使い分けは、あまりよく分かってないんですが、メモリーの、周りの持ち方が違うはずです、ドキュメントを読む限りは。で、プロトコルに関してはクラスに対してもストラクトに対しても使えます。で、引数、そのメソッドの呼び出しの引数の型ですねに、まあ、プロトコル名とかしてできるので、まあ、Go の場合 Go とかでリーダーライターとかっていう、インターフェースあると思うんですけど、そのリーダーを受けるメソッドだから、リーダープロトコルを満たしているものなら全部、そこに渡せるとか。なのでそのジェネリクスとか使わなくてもいろんなものを渡せるというようなところで、まあ、プロトコルをベースに作ると共通のプロトコルというのはこういうメソッドが定義されてますよとかっていうものなので、まあ、それを渡せばその関数っていうのはあるので、いろんなものに対して同じ関数を使えるみたいなメリットがあります。ありがとうございます。ありがとうございます。次に質問は、ありがとうございました。僕も iOS デベロッパー登録を何度かし挫折するっていう日々を何度か経験しているんですが、なんか比較的そういう新しい技術とか新しいものをやろうとすると結構心が折れやすいと思うんですけど、それを折れずに何ですかね、作り切るコツというか、なんかそういう大事にしていることってあれば教えていただきたいんですけど、まあ何ていうんですかね、こう自分の、まあ、僕自体始めたのはスマホが出て、その今までプログラムってパソコンでしか動かせなかったんですけど、こう手で持っているもので動かせるとすごい遊べるというか、まあライフハックに使うか、なんかこう人にこんなん作ったんだけどって見せるかで、結構その両方やってるんですけど、その見せる方はかなりモチベーションになると思っていて、まあいろんな変なアプリいろいろ作ったんですけど、例えばiPod アプリで、まあ、今ミュージックアプリか、ミュージックアプリで音楽聴いてるときに待ち受け画面に画像出ると思うんですけど、あれプログラムからセットできるんですね。で、まあ、ある僕が勤めてた会社のマスコットキャラクターがいて、まあ、ちょっと卑猥なやつなんですけど、それを連続でこうセットするとですね、ロック画面がアニメーションするっていうことが一応できて、そういうのをやってみんなに見せたりとか。ではそれだとその承認欲求というか、何これみたいな、アホでしょみたいなので、承認欲求が満たされるので、まあそういうのは作ったものを見せてフィードバックもらってみたいなのが、なんとか自分の中だけで終わらずにそういうふうに見せていくと、例えばこのキャラクターもっとこうできないのとかアイデアをもらえたりとかして、まあいいかなと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。
自分もちょっとあの X コードをちょっと 触り始めているんですけれども、iOS、まあ、アプリ作るときに API がまあいっぱいあって呼ぶんですけど、それ長いじゃないですか、メソッド名がえらく長くて、であの最後の方のセットなんとかコンストレイントウィズバーティカルとかホリゾンタルとか後ろの方しか違わないのに、そこまで全部なんか打たなきゃいけない、保管がなんか一応出るんですけど打たなきゃいけないのが多くて、それすごい嫌で困ってるんですけど、なんかお困りですか、またはあお困りの場合なんか、なんか対処とかってされてますか。オブジェクティブ C から入ると超いいなっていう感じですね。オブジェクティブ C の場合はそんなに型が厳しくなくて、その元をたどると全部 ID っていうのになっちゃってて、まあ、あんまりその保管、例えば ID にしてコード書いちゃってると全然保管効かないですし、保管に関して言うと Swift はきちっと型を見てくれるんで、結構、まあ、その長いのはちょっと宿命なので、あの負の遺産というか、そのオブジェクティブ C と同じ API 叩いているので、そこはちょっとしょうがないです。ありがとうございます。話ありがとうございます。あの実際 Swift を私も書きたいなと思ってちょこちょこ遊んだりしてるんですけど、実際書こうと思うと先ほどのまあ、うまくいかなかったココアポッツとかも、はい、まだ Swift のライブラリってそんなに多くなくて、で実際に探すと結構 C プラの Objective-C の従来の、はい、ライブラリと共存したり、あるいはそっちを使わざるを得なくてブリッジを使ったりとかするケースが、はい、どうしても Swift 書きたいのに結局何がしたかったんだろうみたいなことが起きちゃうことがあるんですけど、その辺について何かこう思ってることとか、なんかコメントがあればいただきたい。僕も今仕事で作ってるアプリとかは Swift で書いてるんですけど、iOS 7とかも対応しているので、基本的にはさっきのフレームワークというのは使えないので、従来のその Objective-C のライブラリを使ってます。でただほとんどのライブラリがブリッジングヘッダーっていうのに使うよって書いてあげれば使えるので、特にそこまで困ってないですね。あとはその既存の Swift ってその Objective-C とすごい共存できるように作られているので、僕が最初に導入した時は次の画面から、その次の画面は Swift で書こう、だから他の部分全部今まで通り Objective-C なんですけど、次の画面から Swift にしようとかそういうこともできるので、結構そこは考えられているなと思ってます。オプショナルに関しても特に、そうですね、Objective-C とセットで入れて困るとオプショナルに全部なっちゃってとか、まあ、オプショナルというよりかはびっくりマークですよね。そうですね、 Swift ピュアでやってるとそれはあんま使わない方がいいと思うんで、そこはちょっと目をつぶる感じですね。はい、ありがとうございます。他に質問される方はいらっしゃいますか。いないようなので、それではじゃあ終わりにさせていただきたいと思います。タイプスターさん、どうもありがとうございました。